映画塾をご覧の皆さん、映画評論家の町山智博です。今回ご紹介する映画は、1990年代を代表する傑作映画、ブギーナイツです。はい、もうブギーナイツ、これを僕はアメリカで見たとき本当にぶっ飛びましたね。ものすごいな、この映画はと。まあ、ポルノ業界の話なんですけど、1970年代のアメリカのポルノ映画業界、を舞台にですね、まあ、1977年から84年ぐらいまでの間のですね、まあ、クロニクル、年代記なんですね。でこの映画はアメリカではですね、なんていうかポルノ映画のアラビアのロレンスというふうに言われて、ポルノ映画をまるでその超大作の歴史もののように撮ったというふうに言われてるんですけれども、それをまあ撮った監督ポール・トーマス・アンダーソン監督はその当時まだ26歳だったと。でそれまでですね、ほとんど映画の経験がほとんどなかったという無名の監督にこれだけの大作を任せたというのはもうすごいことなんだと、思うんですけれども、はい、そんなことが可能になったのはですね、ニューラインという映画会社がありまして、それのプロデューサーのマイク・デ・ルーカという人がですね、当時何してもいい状態になったんですね。というのはこの人はあの、ジム・キャリーのですね、ザ・マスクという映画を、ヒットさせて、そのニューラインという会社自体はもう巨大化するきっかけに与えたんですけれども、ニューラインという会社は最終的にあのロード・オブ・ザ・リングスを取るほどの大会社に成長するんですけども、でマイク・デ・ルーカはですね、この、まあ、ポール・トーマス・アンダーソンはすごいと、この映画に関してはあまりにもものすごく調べてあると。でポルノ映画についても徹底的に調べてあって、しかもその撮影の段取りもう全部計画しちゃったと。ほとんど映画撮ったことないくせに自分でもう、この撮影のですねプランが全部できていたと。でこいつに任せたいということを思って、任せたんですけれども、ポール・トーマス・アンダーソンという監督はですね、スタジオシティと言われるですね、ハリウッドがありまして、こうハリウッドの北側なんですね。こうハリウッドがあってユニバーサルスタジオがあるじゃないですか。向こう側にバレーって言われてる谷があるんですけども、そこは実はスタジオシティって言われてて、映画のスタジオは実はそこに集中してるんですよ。ワーナーとか、フォックスもそうですけど、ディズニーとかね。でそこで生まれ育った、少年なんですね。でどうしてかというと、アーニー・アンダーソンというお父さんが、まあ、俳優とか声優みたいなことをしていたんで、まあ、そういうハリウッドの中でどっぷり育ってきたんですけれども、でしかも子供の頃からですね、サンフェルナンドバレーというものがですね、この、スタジオシティの北の方にあるんですよ。でこの地域っていうのはサンフェルナンド・バレー市というのはですね、ポルノ映画を合法化してまして、ここの地域だと、まあ、家の庭とかでポルノ映画を撮っててもわいせつ罪で逮捕されないんですよ。で市の重要な財源になってるん でそれがまあ近所にあるってことでもって、ポルノ映画に非常にその、なんかどっぷり使って育ったのがポール・トーマス・アンダーソン監督で、特にそのこの人は高校中退しちゃうんですけれども、その前後でですね、1970年代のつまり彼の知らない70年代のいろんな名作ポルノを見て、勉強したそうです。で特に、すごかったのはこのラドリー・メッツガーという監督なんですけども、この人はポルノ映画を撮って、まあ、いわゆるその頃ハードコアポルノと言われている本当のセックスシーンが映画の中で撮影されている映画を撮ってたんですけども、美的なセンスとかストーリーであるとかテーマであるとかスケールが普通の映画並みなんですよ、この監督の映画は。例えばその、ヨーロッパロケとかしてますし、時代的なものもですね、時代交渉とかも非常に正確だったりですね、で、撮り方も非常に美しくてですね、もうポルノ映画の枠を超えた、立派な映画を撮ってた人なんですね。ミスティ・ベートーメンとかですね、イマージとか撮った人なんですけど、しかも世界を股にかけて活躍してたんですけども、まあ、その彼に非常に影響を受けたんですけどもね、高校のティーンエイジャーの頃に伝説のポルノ俳優ダーク・ディグラーっていうものをみんながその思い出すというまあ、話をですね、短編映画を、まずポール・トーマス・アンダーソンは作るんですよ。最初からもうとにかくポルノ映画のことが頭から離れない嫌な高校生だったんですけども、でこのダーク・ディグラ物語を長編化したものがですね、このブギー・ナイツです。ダーク・ディグラという伝説のポルノ男優で、その人はどういうふうに伝説かというと、ものすごくペニスが巨大だったということで、モデルになっているのはジョン・ホームズというですね、ポルノ男優です。はい、でこの人はなんていうかものすごい巨大なペニスを持ってたんですけども、非常にその暴力的で、あとドラッグ中毒で、で、まあ、最後の方はもうどうしようもない形で死んでいくんですけれども、エイズで死んだのかな。でこの人についての映画はワンダーランドっていう映画は別にありまして、それでも、この人のデタラメ人生っていうものが描かれてるんですけども、まあ、それをモデルにしたのがマーク・オールバーグ扮する、エディという主人公です。でこの映画とにかくスケールが でかくて、そのポルノ映画に関わるその人々のですね、なんていうか人間ドラマになってるんですけども、どういう人たちが演じているかというと、まずバート・レイノーズ、この人は70年代のセックスシンボルだった人ですけども、が、ポルノ映画の監督を演じてます。で面白いのはマーク・オールバーグもバート・レイノーズもその若い頃体が売り物になったんです。その上半身裸の
まあ、ヌードポスターで2人とも人気になったという点でね、よく似てるんで、それをその親子みたいなその監督とポルノ俳優っていう役で演じさせてるのが面白いですね。で、マーク・ウォルバーグの、その、まあ、エディの親友がジョン・シー・ライリーが演じてます。あのジャガイモみたいな、ネアンデルタール人みたいな顔した男ですけども、こんなね。あので、彼がですね、全然似てないですが、はい。で、彼もここからバーンと出てくるんですけどもね。それで、あとジュリアン・ムーア、この人はね、アンバーっていうポルノ女優を演じてます。で、ジュリアン・ムーアもこれまでほとんど有名ではなかったんですが、この映画いきなりブレイクします。ほとんどブギーナイツはですね、ブギーナイツからアメリカ映画は変わったですね。ブギーナイツに出た人たちがみんなその後の90年代、2000年代のアメリカ映画を支えるということになりました。ジュリアン・ムーアはですね、これ息子を離婚でですね、父親の方に取られちゃってる、あの寂しいお母さんのポルノ女優ってことになってて、マーク・ウォルバーグと会った時にですね、まあ、セックスはするんですけども、ポルノ映画なんで、ただセックスっていうよりはその自分の息子を抱いてるみたいにして抱くんですよ。でとにかく会えない息子のことばっかり考えてるという設定になってまして、これは実はベロニカ・ハートっていう実在のポルノ女優さんが、息子と、まあ、引き離されて離婚で、それでずっと裁判をやって結局息子を捕らえちゃったんですね。でその理由は、あなたはポルノ女優だからその子供を教育することなんてできないんだという形でもって、非常に辛い思いをしたんですけど、それを元にしてるんですね。でそのジュリアン・ムーアのその離婚調停の裁判のシーンでもベロニカ・ハートはですね、裁判官側の役で出てます。はい。で、次にウィリアム・H・メイシ、まあ、この人は一番有名なのはファーゴって映画で、あの自分の奥さんを誘拐して身代金をせしめようとする情けない旦那の役で、映画では最初から最後まで出てるにもかかわらず主演男優賞にノミネートされなかったというですね。で途中からしか出てこない、あのフランス・マクドーマンドの方が、アカデミー賞主演女優賞になってしまってかわいそうな人ですけども、つまりかわいそうなことばっかりする人で、この人もいつも本当に情けない、なんかあのなんていうか、あのどうしようもない犬みたいな顔してる人ですね、この人ね。はい。でいつもみんなにいじめられてるんですけど、この映画の中では、助監督なんですけども、自分の奥さんが道端とかですね、そこら辺で片っ端からいろんな男とセックスしちゃうのを見てるしかないダメな助監督の役ですね。ちなみにその片っ端からいろんな男とセックスする奥さんというのは、レナ・ハートリーっていう女優さんが演じてて、この人もポルノ女優、実際 の, そのハードコアポルノ女優なんですけど、ものすごく頭が良くて、その後はそのフェミニズムとか、いろんなことのですね、なんていうか先生としてですね、一流大学で講義したりしているようなポルノ女優さんがいるんですけど、その人がこの映画の中では、道端でもどこでも構わずですね、旦那の目の前であると何だろうとセックスをする奥さんで出てるのがおかしいですね。本当はインテリです。はい。であとポルノ男優だけど気が弱い黒人のドン・チドル、でしかもその黒人のくせにっていう、そういうこと言っちゃいけないんですけど、そういうセリフが出てきますけど、黒人のくせに、カントリー&ウエスタンが大好きって、それカントリー&ウエスタンってのは保守的な差別的な白人が聞くものだと思ってるの思われてますけども、黒人のくせにそれが大好きっていう、もう本当に役に立たない役の人がドン・チドルで、まあこの人は、まあ、その後ですね、ホテル・ルワンダーとか出て、もうあとアイアンマンとか出てですね、一流の、俳優になりましたけど、この時はまあ本当にもうド新人でしたね。この前に青いドレスの女という映画で、あのものすごい凶暴なあの役をやってるんですけども、殺し屋の役を、そっちはやっぱ合わないですね。この人はやっぱり情けない顔してるんで、これ情けない役が非常に似合うんですけど、あとルイス・ガスマンもこれもなんていうか、まあとんでもないですね、原始人みたいな顔した俳優で、ゴリラみたいな顔した俳優ですけども、彼もいろんな映画出てきて、大抵ドン・チードルとコンビだったりするんですよね。でこの2人はトラフィックっていう映画でその後もコンビやってましたけど、もういつも出てくるセットみたいな人たちですね、この辺は。でフィリップ・シューマン・ホフマンです。フィリップ・シューマン・ホフマンは音声係なんですけど、可愛いおデブちゃんでですね、でそのマーク・ウォルバーグを見てですね、惚れちゃうんですね、あのゲイで、でまあ辛いことになっていくんですけど、このフィリップ・シューマン・ホフマンのその可愛いような悲しいような演技が最高なんですね。で見た人は誰も忘れられないと思います。はい。であとヘザー・グラハム、これは女子高生の役で出てくるんですけども、実際結構年なんですね、この当時にね。でヘザー・グラハムっていう人はこの中ではそのローラーガールって役で、いつもローラースケートをつけてるポルノ女優で、でもって誰とでもセックスをするっていう設定になってますけども、実際そんなことなくて、この人実はインテリで UCLA 行ってるんですよ。 UCLA ってあの難しいんで普通入れないんですよね、簡単には。頭はいいんですけど、 UCLA 在学中からですね、ジェームズ・ウッズの愛人だったんですね。ジェームズ・ウッズは22歳下のですね、ヘザー・グラハムもまだあの女子大生だったのにナンパしてですね、自分の愛人にしてたんですけども、そういう
ところから人生が始まってるという結構悲惨な人ですね。はい、ちなみにジェームス・ウッズってのはあの映画俳優史上最もチンポがでかいと言われてます、はい、ジェームス・ウッズがどうしてチンポがでかいかっていうとこれ全然関係ないですが、この人はショーン・ヤングっていう人を愛人にしてですね、ショーン・ヤングをなんていうか、ショーン・ヤングっていうのはあのブレードランナーであのレイチェルっていうレプリカントを演じた人とセックス関係にあって、で、別れるって言ったら別れるっていうくせにセックスしてですね寝ちゃうんですね。別れるって言ってないのにセックスってすごいずるい男ですけど、このジェームス・ウッズで寝てる間にですねアロンアルファでチンポをですねあの接着されちゃったんですよ。であの病院に行ったんで有名になりました、そうやると痴話喧嘩で、その時にあの、チンポを内股につけられくっつけられたそうですねってマスコミに言われた時にバーガ膝だよって言ったんですねそれで有名になったんですね、膝丈男っていう関係ないですが、はい、であとアルフレッド・モリーナ、この人もここから出てきましたね。このあとこの人はあのスパイダーマン2のねドクター・オクトパスでもうバーンといったまあなんていうか性格俳優ですけども、この映画の中では一番最後の最後に出てくるですね、本当に頭がどうかしてる、マグナムを振り回すですね麻薬中毒の大金持ちとして出てきますけれども、まあやりたい放題やってます。アルフレッド・モリーナすげえなっていうこの映画の中で最もインパクトのあるとんでもない役で出てきますね、はい。で、このブギーナイスという映画はまずそういったポルノ映画であるとかこういった大量のですね、キャラクターを、きれいに整理しているということよりもですね、一番素晴らしいのはこの1970年代80年代の再現度ですね。もうこれはもう当時僕はリアルタイムなんで本当に泣けてくるんですね。このマーク・ウォールバーグはとにかくブルース・リーが大好きでですね、挨拶するときにこうやって封建礼って挨拶をするんですね。これはあのブルース・リーの挨拶ですね、あのクンフーの挨拶で、そういった細かいとかちょこちょこあってスターウォーズの話ばっかりしてて、このジョン・シー・ライリーってなんかジャガイモみたいな顔してるくせに俺はハリソン・フォードに似てるよねスターウォーズのとか言ったりするんですけど、もう鏡見ろっていう話ですけど、であとサタデー・ナイト・フィーバーっていう映画がもうこの当時流行っててディスコブームだったんでディスコのシーンもありますね。でそういった歴史的な再現度とあとやっぱ音楽がすごいですね。これブギーナイツっていうタイトルはブギーナイツっていう歌があるんですけれども、これは使えなかったそうなんですよ。ポルノ映画の音楽にあの俺の歌を使うんじゃねえって言われてブギーナイツは使えなかったんですけども、あのベストオブマイライフっていうもう本当にね、素晴らしいそのディスコのヒット曲でもってオープニングがあって、しかも3分間長回しで、その3分間もうワンカットでもってそのスティディカムで撮ってクレーンに乗ってそのまあディスコの上を通って下に降りて、それをまた登場人物この全員をですね一人一人全部映していくというですね、わずか3分間で全員のキャラクターを紹介してしまうという素晴らしいそのオープニングはこのポール・トーマス・アンダーソンのもう真骨頂ですね。でこの人はあのグッドフェローズっていうスコセッシの映画に影響を受けてあのシーンを撮ったと言ってるんですけど、まああれよりもすごいシーンになってますね、はい。でそういった形で素晴らしい曲とですね素晴らしいカメラワークが、連続するんで、ということで、もっと詳しい内容とかですね後半に関わる部分はですね、復習編で解説します。それでは、ブギーナッツ大傑作です、はい、ぜひご覧ください。